ご視聴いただきありがとうございます。今回は高山ダムを取り上げてみました。ダム巡りというと車かバイクが主流ですが、電車で行くというのも悪くないなぁと思っています。片道30分から1時間と徒歩圏内でのダム見学を取り上げていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でまた。